ヘンリー・シュラプネルは、イギリスの軍人、イギリス陸軍砲兵隊に所属した。硫酸弾の開発者として知られ、現在でも英語圏では、硫酸弾を、シュラプネル弾と呼称する。1761年、イングランドウィルトシャーのブラッドフォード・オン・エイボーボンにて、父ザカリア・シュラプネルと、母、リディアの元、と、9人兄弟の一人として、生を受ける。1784年、 当時イギリス陸軍砲兵隊に注意として勤務していたシュラプネルは自ら材料や資金を調達し彼自身が球体弾と呼ぶ新型砲弾を開発したこれは大量の鉛弾が詰め込まれた中空の砲弾で空中で炸裂することで敵の頭上に鉛弾を撒き散らすというものであった1787年にはジブラルタルで有用性を証明した彼はこの砲弾を 対人砲弾として設計していた。1803年、イギリス陸軍は、シュラプネルが開発したオリジナルの砲弾よりもやや、細長いものを採用し、これに彼の名を取った、シュラプネル弾という名称を与えた。以後、シュラプネル弾の役割が、榴弾に引き継がれてからも長く、シュラプネルという語は、砲弾編、また、破片一般を指す言葉としても用いられるようになった。 第一次世界大戦が終わる頃まで、シュラプネル団は、シュラプネルの原設計のまま製造されていた。その後、シュラプネルは、フランドル方面に派遣され、1793年には、負傷している。大義としての8年間の勤務を経て、1803年11月1日には、少佐に昇進。1804年4月30日、 オートニューアムステルダムをめぐる戦いでは自らシュラプネル弾を運用して大戦果を上げ、7月20日には中佐に昇進している。1814年、英国政府はシュラプネルの貢献を称え、彼に毎年1200ポンドの生活費を給与する旨を決定した。しかし、官僚の妨害により、シュラプネルがこの生活費を完全に受け取ることは叶わなかった。 1827年3月6日、A 陸軍砲兵隊司令隊サブ、オフィス・オブ・コロネル、コマンタント、ロイヤル・アーティレリー付け勤務となる。1837年1月10日までに中将に昇進している。1835年頃から1842年に死去するまで、サウサンプトンペアツリー・グリーン近くのペアツリーハウスに暮らした。ありがとうございます。